これオートミールのとろみですよ。このとろみ分かります？もうこれね、これがほぼ親子丼。これだよね、美味しいの。どうも限界です、限界です。ということで、初っ端から限界ラバーな私ですけども、私ですね、この5人を呼んで痩せ飯を作ろうと思ってます。なんでかっていうと、やっぱ飲んだ時の締めを痩せ飯にしたら大丈夫じゃないかと、全てが許される気がするんじゃないかと思いまして、今回はですね、オートミールです。オートミールレシピって重要があるんですよ。オートミールレシピの中でも1人2を争うぐらい美味しいんじゃないかって言われるほぼ親子丼を作っていきたいと思います。ほぼ親子丼と思って作ったわけじゃないですよ。親子丼風のリゾットを作ろうと思ってやったのにもかかわらず、ほぼ親子丼だこれってなっちゃった偶然の産物です。なんですけども、めちゃくちゃうまくてめちゃめちゃ簡単で、今からこれやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずほぼ親子丼なんで、鶏もも肉ですね。あの胸肉でも全然平気です。もも肉でも胸肉でも全然平気なんですけど、まあカロリーが気になる方はあの胸肉使っていただいた方がいいと思う。 100g 使ってください。玉ねぎ1/4です。 60g ほど、 60g ほどで、で卵は1個で、オートミールが 30g。 あとは、概要欄に調味料が書いてありますので、そちらを参考にしてみてください。私がですね、ほぼ親子丼を作る上で何が大切かって言ったら、完成しているものと完成していないものの境目を理解しなきゃいけないと思うんですよね。親子丼と言ってるのにもかかわらず、ほぼ親子丼ということは完全に親子丼ではないということ。どういう風に表現したらいいか私悩みました。そして考えました。こういうことになります。完全と完全じゃない間を表現するために、私がほぼ完全になっていきます。アルチューマシン始動。いただきたいと思います。いただきます。くー、ほぼ酔っ払いができましたんで、ほぼほぼ作っていきたいと思います。玉ねぎね、ちょっとこのおけつとここね、ちょっと切り落としてですね、もう僕の切り方なんですが、ちょっと表皮は剥いてくださいね。僕の切り方なんですけども、普通大体皆さんこうやって繊維に沿って切ると思うんですけども、親子丼の場合、こうやって繊維に逆らって切った玉ねぎに味も染みますし、玉ねぎ自体の水分もかなり出てくるんですね。はい、こんな感じですね。玉ねぎとお肉は同じまな板には乗せちゃいけないというふうに言われてます。なぜかというと、このお肉のカンピロバクターがお肉、あの野菜に移っちゃうんですけども、カンピロバクターっていうのは加熱で処理されますんで、今回は置いていいです。玉ねぎも、お肉も、両方とも加熱処理するからです。 100g のお肉をちょっと切っていきます。で、なるべく細かめに切った方がいいです。オートミールが、この粒子が細かいんで、なるべく細かめに、切った方が、一口ずつ鶏肉がお口に入るような感じになりますので、なるべく細かめに切ってください。ちょっと薄切りの感じですかね。あ、もしあれだったら、ここでもう一回切っちゃってもいいですね。もうね、下ごしらえ以上なんですよ。オートミールって何がいいかっていうと、これね、痩せるとか言われてますけど、オートミールっていうのはカロリー的にはご飯とグラム的には変わんないんですよ。じゃあ何がいいのかっていうと、オートミールってこの、白米だと 100g 炊かないと満足できないにもかかわらず、オートミールは 30g で満足できるっていう、そういう食材なんですよ。ご飯だったらあらかじめ炊いとかないと調理できないんですけども、オートミールはこの状態調理できるっていうのがいいんです。だから思い立ったらすぐ食べられる。はい、じゃあですね、これからやっていきたいと思います。やっていく前に卵ね、一回溶いておきたいんで、まあ完全に溶いてもいいし、ちょっと白身が残るぐらいの方が親子丼っぽさ出るかな。はい、これぐらいですね。じゃあちょっと中火にかけてください。で、油ね、あの本来親子丼って油使わないんですけど、これちょっと入れます。本当にね、少しだけでいいです。小さじ1ぐらい。熱した後に鶏もも肉ね、全然胸肉でもいいんですよ、ヘルシーに行きたい方はね。僕の場合はね、ちょっと炒めたいんですね。ちょっと炒めていいですか。炒もう。これなんで炒めてるかっていうと、ほら、この皮のブヨブヨが嫌いな方いるじゃないですか。その方のために炒めてます。僕はブヨブヨのでも、皮がパリッと炒まってるのも両方好きです。鶏もも肉には下味つけてません。なんでかっていうと、これから割り下で煮ていくから下味がいらないからですね。料理っていうのはね、何でも理由があります。皮目をね、焼いていきます。焼くことによって香ばしさがつきますし、この皮のブヨブヨっていう食感もなくなってきます。鶏肉の
皮の油があるから油入れなくてもいいんじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はね、鶏肉とか豚肉とかの油っていうのは最初に油を少し入れていくことによってより出てくるんですよ。油を出したいから油はいらないっていうことじゃないんですよ。油を引くことによってより鶏とか豚とかの油が出ていくっていうことなんですね。この料理チャンネルは皆さんに酒と笑いと涙と知識を身につけていただきたいと、そういうふうにやっておりますんで、気持ち的には、はい、実際どうだかは分かります。焼けましたね、焼けましたね、油もありましたね。ここに玉ねぎです。玉ねぎはね、玉ちゃんもたっぷりで、ちょっと炒めるじゃないですか。で、玉ねぎも透き通ってくるんですよ。透き通ってきたらね、醤油が小さじ2杯、みりん大さじ2杯、酒蒸しが大さじ1杯。ちょっとね、この状態で煮ます。この状態で煮るのってなんでかっていうと、今入れたのはね、割り下なんですよね。割り下なんで、割り下を煮ていくことによって鶏肉とこの玉ねぎに味をつけていきます。で、ここでちょっと煮詰めるじゃないですか。水気が少なくなってきたら、もうこれは、具材に味が染みてるんで、ここで水入れていきます。はい、水入れたら沸かすんですよ、皆さん。あ、もう沸きましたね。沸いたんで、ここにオートミールを子供も入れます。オートミールを入れたらですね、弱火でもったりするまでちょっと煮込んでいくんですね。ちょっとね、とろみがつくまでね、数分煮ていきますよ。これだいたいね、2、3分煮れば大丈夫ですね。すぐね、こいつはとろみ出すんですよ。とろみを見ながら、とろみだけ。とろっとしてきましたよね。これオートミールのとろみですよ。これぐらいね、ちょっともたっとしたらですね、ここに卵入れていくんですね。ちょっと火弱めて、もう本当に弱火、ここに足入れると。入れたらこのままかき回さずに蓋をしてちょっと煮ます。弱火でね。はい、どうですかね、この固まり具合ですよ。1、2分ですかね。このとろみ分かります？もうこれね、これがほぼ親子丼。うわ、うまそうだね、これ。分かりますよ、これ。はい、汁だくの親子丼っぽくなってるんですよ、これね。これだよね、美味しいの。ファサふわさオートミール作るほぼ親子丼感じます。それではいただいていきたいと思います。いただきます。これが究極の美。僕のオートミールレシピの中でも最高傑作と名高いんですよ、僕の中で。いただきます。もう親子丼じゃん。めっちゃうまい。鶏肉もどっぷり入ってるんだけど、割り下がうまいね。オートミールってとろっとした感じがするんですよね。だしと合わせることによってものすごく調和してる。卵との調和がうまいこと、うまいこと、うまいこと、うまいこと。夜飯です。夜飯、うん、七味っすね。あー、七味、七味最高な。乾杯。オートミールめっちゃ食うんだよね。ああ、言ってたね、なんかね。いただきます。親子丼だ、まんまだね。まんま親子丼でしょ。オートミールにすることによって違和感全くない。全くないよ。すごっ。トロトロしててちょうどいい食感で、鶏肉の食感とめっちゃうまいんだけど、オートミールを無理やり食おうとしてる人たちがいるんだけど、違うんだね。オートミールってうまいんだよね。うまいね。うまくて腹持ちいいから最高の食材なんだけど、しかもこの間レシピ本撮影した中でこれが一番評判良かった。痩せ飯でオートミールが俺20品ぐらいバリバリ作ったから、それを出すっていうので、これがうまいと思って。一番割り下が至高の親子丼の割り下だから。それはうまいのよ。米より半分の1っすよ、糖質が。なぜかというと 30g でこと足りるから。オートミールってダイエットとかじゃなくて、そもそもうまいから、うまいもんをうまいと言いたい。ほんと調理法次第、友人が出してくオートミールレシピは間違いないんだ。
よろしくお願いします。じゃあもうそういうことで、ここに残ってるのは不真面目な方か、めちゃめちゃ心の広い人か、本当に料理を知りたい人か、どちらかですね。でその3パターンだと思います。はい、僕多分ね、僕の料理はね、この動画見ただけじゃ分かんない、食べてみないと分かんないです。なんでかっていうと、あんまりすげぞ感を出さないのででも逆にこうやってこうやって僕ベロベロに酔っ払ってたら、このベロベロな風景で美味しいもん作ったら、なんかそれって皆さんがそれ分かってくれたら本当に味だけで評価してるってことになりますよね。なんで僕はこれは僕の飽くなき挑戦なんです。飽くなき挑戦、はい、っていうことを、そういうドラマをちょっと頭にインプットしながら食べるともっと美味しくなるかもしれないんで、そこら辺ちょっとよろしくお願いします。はい。